うわ、ブサイクだな。なんかめっちゃロン毛なんですけど、ラグトリオ。間違えた。ほい、それじゃあ。これは一体誰？よう。相変わらず熱いね、ロイヤルマスクくん。あゆな、彼はマーレイン。天文屋の所長にしてパソコンのボックス管理者だが、キャプテンではないぜ。あ、なるほど、この人か。元キャプテンさ、ロイヤルマスクくん。なんかさっきからしれっと正体言うけどさ、無視しとるよね。あゆなくんだね。わざわざ来てくれてありがとう。ただ、うちのキャプテン、マーマネは忙しくてね。マーマネ？水星の軌道計算とか、フェスサークルの維持とか、試練に挑むだけの資格があるか確かめる。昔はククイとも冒険し、鍛えたトレーナーの腕前、存分に披露させてもらう。なんかめっちゃヘラヘラした顔しとるな。ねえ、口元ゆるすぎじゃね？ほら、ゆるすぎやろ。ポケモントレーナーのマーレインが勝負を仕掛けてきた。なんか嫌なんだけど、この人。お、エアームドじゃないか。さあ、ここはピカチュウで行くよ。当然、私には、挑む資格はあります。速攻でやっつけてやる。いっけ、ピカチュウ。あ、でもレベル、レベルの差は結構あるね。よし、Z パワーで。いくよ、必殺のピカチュウと。これ女の子の方はさ、恥ずかしくないんかな。可愛いけどさ。ピカチュウは Z パワーを体にまとった。全力の Z 技。いけ、必殺のピカチュウと。あれは最後殴り寄るってことかな。あー、なんか微妙に残っとるよ。クソ頑丈か。クソ頑丈か。いや、それでもあと一発で仕留めるもんね。よっしゃ、来い、ほっぺスリスリ。これぐらいでも君はもうやら、待って、ちょっと待って、効果なしじゃん。うわ、ブサイクだな。なんかめっちゃロン毛なんですけど、ラグトリオ。待って。待って、月光が行け。どうせ相手のエアーモードもさ、あと一発でやっつけれるけん、月光がでいいよ。いっけ、月光が。おし。水手裏剣だ、水手裏剣。パパッとやっつけちゃって。はい、来た。あれ、なんか一番後ろの子、超ロングなんやけど、髪の毛。よし、あとはもうエアーモードだけやろ。きっと。さあ、来いよ、出て来いよ。ほら、もうエアーモードしかおらんやろ。このままでいいよ。しかも相手麻痺しとるしね。はぁ、いい傷薬とか使いやがった、クソ。月光が神通力。よし。急所に当たった。どっちにしろやったね。お、ピカチュウがレベル41。やったね。まだおるん。なんでまだおるのにエアームの繰り出したん？ねえ、かわいそうに。このままでいいよ。この子も水系で大丈夫やろ。おし、いけ、月光が水手裏剣。岩タイプではないんかな？鋼タイプかな？いや、でもやっつけれたけん別にいいんやけどさ。うん、効果抜群じゃないね。岩ではなかったっぽい。メタングやけん、やっぱ鋼か。ククイのやつ。いいトレーナーを連れてきたね。ありがとう。なるほど。キャプテンの試練に挑む資格ありだね。島巡りをしていた時の僕らより強いと思うぜ。マジで、やった。あと、僕はククイであってロイヤルマスクじゃない。そこちゃんと否定するんや。じゃあ僕はマリエ庭園に戻るよ。マラサダを食べ終えただろう。ハウをさ、ん？
マラサダを食べ終えただろうハウを案内しないとね。大変やね、行ったり来たり。でもさっきのロイヤルマスクのいちいち否定せんかったら、まだね、さらっと流せとったかもしれんのに。相変わらず面白い男だ、我が親友は。アユナくん、我らの天文台にようこそ。マーレインさんについていこうろ。ホクラン天文台へゴーゴーゴー。この中の人たちは、トレーナーじゃないよね。天体望遠鏡ってのはすごいデジタルカメラなんだよ。見るというより撮影して宇宙の様子を調べるんだ。すげえな。大型コンピュータで計算して計算しまくって宇宙を調べるのです。頑張れコンピュータ。そのうちポケモンの舞台が宇宙とかになるんじゃない？天体を観測するには赤外線や電波など様々な波長を使います。難しそう。私は理系じゃないから絶対よくわからんわ。天文台訪問記念にロマンを差し上げましょう。ロマン？アイナは彗星のかけらを手に入れた。何彗星のかけら？彗星が近づいた時、地表に落ちたかけらです。宇宙との触れ合い。ああ、ロマンティック。こんなものを普通にくれていいの？博物館とかに展示するようなものじゃないの？ねえ。なんかすげえ荷物だらけだわ。マーさんとマー君は朝までゲームしたりと仲良してね。それでも仕事をこなす二人はすごいが付き合うこっちは。マーさんとマー君。マーだらけやね。あ、マーマネとマーレインってこと？いいね、いいね。この辺はポケモンライドはできんのか。くそ、絶対何かしらのアイテムが落ちてると思ったんやけどな。なんか地道に調べよったらなんかあるんやない？ここは開かないの。ね、絶対なんか落ちてるよね。気のせいかな。マーさんとマー君いいね、なんか。くそ、何もないのか。つまらぬ。だって怪しすぎん？こんな荷物の山。トンツートン。何？どういう鳴き声？ツートン。なんかそういうのあったよね。くそ、何もない。くそ、何もなかったわ。何この人？これがまあまあね。目標接近。おそらく試練が目的だと思われ。フェイスサークル好き？何それ？わからんけど、うん。それなら、いいや、始めよ。ん？どこで？ここ？今ここで。なんか小難しそうな。呼び出した主ポケモンに己の強さを示す。これが試練の基本形。そこで僕は考えたよ。いきなり主ポケモンを呼べばいいのではないかと。そして作ってみたのが主ポケモンを呼び出すマシンだったりする。なぜマシンを作ったか。そもそも天文台では宇宙の音も調べている。人には聞こえなくてもポケモンには聞こえる音。集めた音を地上に流しポケモンの反応を確かめる。この仕組みを利用したのが主ポケモンを呼ぶマシン。他にも集めた音でここのセキュリティも作った。これはマーさんの発明だけど。ちなみにマシンを初めて使うから実験にお付き合いください。主ポケモン、こいこい、マーク2スイッチオン。かっこ悪いな、名前が。さあ、主ポケモン。ブーン。え、うひゃ、停電でござるか？え、大丈夫？開いてるドアが閉まった。セキュリティを解除してドアを開けるには、音声クイズです。大丈夫。ただならん気配を感じるよ。来てます。主ポケモンがやってきてます。ですから、このまま、マーマネの試練始め、です。え、もう試練開始なの？どういう試練ですか？ドアを開けるために音声クイズに答えてください。これから鳴らす音は何の音でしょうか？おう、ポケモンセンターです。ポケモンセンター。正解です。ドアを開きます。あごご。うわー、ドアが開いたらポケモンがやってきたよ。よろしくあゆな。え？てかなんで名前知ってんだ？何のポケモンだよ。え、あごジムシ来たんですけど。なぜ？なんか大したポケモンじゃなくてちょっとびっくりしている。さあ、ツバメ返しでも。月光がツバメ返し。はい、一発。まあレベルは高かったんだけどね。大したポケモンではない。もう大丈夫？さすがいいな。って話している間にドアが閉まっちゃいました。大丈夫。主ポケモンは来ています。
また音声クイズ？主ポケモンの存在を遠方に確認しました。マジで？え、そんな遠く？え、そんな遠く？遠方すぎやしないかい？ドアを開けるために音声クイズに答えてください。これから鳴らす音は何に関係する音でしょうか？今のはロトム図鑑だね。正解です。ドアを開きます。出またポケモン？でん。うわー、ドアが開いたらポケモンがやってきたよ。またよろしくあゆな。最終的に主ポケモンが近くまで来るっていうことかな。さあ、次は何だ？お、野生のデンジムシが飛び出してきた。何デンジムシ？あ、そういえば前に誰かが持っとったかな。これは多分捕まえれんのよね。はあ、もったいない。月光がツバメ返し。これ、アゴジムシの進化系ってこと？いやね、多分。あの、顎から突き出しとる、なんかわからんけど、ドリル的なものが一緒。でも、虫ポケモンなのに効果抜群じゃなかった。虫タイプじゃないってことか。電気タイプとかかな。さすがいいな。で、また話してる間にドアが閉まっちゃいました。大丈夫。虫ポケモンは来ています。次じゃない？主ポケモン、さらに接近中。ほら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 。てか、その辺の人見えとんやない。多分すごい大騒ぎに。セキュリティは半分解除されました。ドアを開けるために音声クイズに答えてください。これから鳴らす音は何の鳴き声でしょうか？鳴き声？え？全然わからねえんだけど。ナマコ節？うわぁ、ごめんね。間違えてセキュリティが作動して電気ショック。マーさん、このままでは僕、電気タイプになってしまいます。それはいいんじゃない？マー君、安心するんだ。電気タイプは麻痺しないんだよ。次の音声クイズも一緒かな？一緒だな。もしかしてさっきのデンジムシ、こんな鳴き声やった？ごめん、ちゃんと聞いてなかった。もしかしてドアは開くけれど。でん、やっぱり、またまたよろしくあゆな。次は何だい？またデンジムシ？ほんとや、そんな鳴き声や。改めて聞いたら。うん、なんか電気タイプってことかな。ってことは地面系がいいんかもしれんけど、まあいいや、ツバメ返しで。いっけ、結構が。え、でもさ、一回戦ったのになんか効果抜群とかいろいろ何にも書かれてなかった。ね、なんでやろ。これで、主ポケモンがやってくる。さすがいな。で、またドアが。同じミスを繰り返すほど僕は追い詰められている？来てます。主ポケモンがすぐ近くに来てる気配が。多分もうこの中に。主ポケモン、かなり近くまで接近中。うわぁ、ほら、やってくるよ。何それ。ドア破壊されるんじゃね？最後のセキュリティです。ドアを開けるために音声クイズに答えてください。これから鳴らすのは何が現れる時の音楽でしょうか？え？虫ポケモンだ。正解です。ドアを開きます。そして虫ポケモンが現れると。え？この音、この気配。やってきました。出た、虫ポケモン。アユの出番です。天文台虫ポケモン、クワガノン出現。やってきましたーっていうのは、ポケモンの声？違うよね。主のクワガノンが勝負を仕掛けてきた。え、なんか、今までの主ポケモンに比べてだいぶ小さいね。主ポケモンは全てでかいのかと思ってたよ。よし、それじゃあ、Z パワー行きましょうか。あ、でも飛行タイプとか入ってそうやけん、ピカチュウの方がいいかな。よし、ピカチュウ行こう。さあ、月光が戻るんだ。いっけー、ピカチュウ。え、まさかの電気タイプ？え、まさかの電気タイプっすか？あー、仲間を呼び出したよ。来るな、誰も来るな。あー。デンジムシからの進化系やけん。クソ、電気タイプか。ほら、今一つや。やべえな。
ということは、岩タイプか。よっしゃ、ピカチュウ戻って、出ただけになったけど、いっけ、言わんこ。よし。でも、あー、やべえ、マジで。マジで岩タイプなのに虫タイプの技にそんなにやられます？ちょ、クワガノンに岩石封じ。あー、やべえ、言わんこよ、言わんこ。レベル結構高くしてたはずなんだけどな、はずなんだけどな。くっそ、ガーディで行こうか。あ、炎タイプもいける。あ、そっか、虫タイプやけん。虫電気やけん、炎でもいけるんや。おっしゃ、じゃあ覚えたばっかりの。ガーディ、火炎放射。何、なんか食ったよ。何食べたの、今。え、怖い怖い。何食ったんだ、今。おっかの実？何それ、弱点克服系のやつですか？やべえ、やべえ。火炎車。ああ、もうなんかやられそうだわ。ああ、クソ、ガーディー。ガーディーも結構レベル上げたつもりだったんだけどもな。じゃあ、ここはもう、クソ、同じだけど、ピカチュウで。ピカチュウで Z パワーいきますか。ああ、電磁虫になってしまった。そこ違うでしょう。主の方に使えし。え、これ両方への技じゃないよね。多分電磁虫にしか当たらないよね。やってしまった。必殺のピカチュウと。そっちはね、速攻でやっつけれるから別に Z タイプの技なんか、 Z タイプじゃねえわ、 Z 技なんて使う必要ないんだよ。せっかくのたった1回の Z 技を。月光がレベル53に上がった。お、アーケンがレベル37に上がった。ああ、マジでピカチュウ。うわ、次々とやられていく。月光が水タイプやもんね。カビゴンでいくか。おし、来い、カビゴン。さあ、ここで、ギガインパクトいくぞ。カビゴン、ギガインパクト。おっしゃ、一発やん。ああ、よかった。ありがとうね、カビゴン。主のクワガノンとの勝負に勝った。イエーイ。なんかすごいいっぱいの犠牲が、お！おや、アーケンの様子が。マジでね、アーケンの進化系って何？どんな感じ？かっこいい？多分可愛くはないと思うよね。かっこいい系かな。どんな感じ、どんな感じ？気になる、気になる。おめでとう、アーキーはアーキオスに進化した。なんか微妙なんですけど。なんか微妙なんですけど、もうちょっと毛ふさふさにしてくれないかな。なんかな。羽とかがカラフルなのに、真ん中が。アーキーの方が良かった。登録完了。まあ、そりゃ図鑑は埋まったからいいんだけどさ。ビンゴー！同じページのポケモンが全部埋まったろ。アーキオス、サイコドリポケモン。群れで狩りをしていた。獲物を追い詰めてから別の仲間が空から吸収するのだ。まあ、強そうではあるんかな。ギュギュギューン。お、復活した。倒したよ、主ポケモン。暗闇の中で。お、なんか来た。マー君。マーさん。ナイスキャプテンだよ。アユナ君を成長させ、実験も成功させた。もっとも、主ポケモンコイコイマーク2は、電力を使いすぎのようだ。電磁虫の協力を仰ぐとか、改善の余地ありだね。アユナ、主ポケモンを倒した君に電気セットをあげる。ありがとう。これのポーズは一体どんな感じかな。でも電気セットか、ピカチュウは一応ピカチュウ Z があるけん、もうこのままでいいかなって感じよね。試練達成。
見てて。なんかピカチュウの、あ、ピカチュウとマルマインのキーホルダーつけとった。停電だと平気だったけど、はぁ、人に見られてるとうまく話せなくなっちゃう。ありがとう、おめでとう、マーマネの試練達成だよ。私勝手にマーマネって女の子やと思っとった。試練達成おめでとう、マーマネもキャプテンお疲れ。僕もドキドキ。ああ、いとこだけどマーマネをキャプテンに選んでよかった。あ、いとこなんや。本来であれば島金がキャプテンを任命する。だが浦々島は事情がやや特殊でね。なんとかかんとかキャプテンしてる。あゆなすごかった、ありがとう。なるほど、ではいいものを進呈しよう。なになに。アイナは鋼 Z を手に入れた。おお、なんか二つ目のもらったんだけど。アイナは鋼 Z を Z クリスタルポケットにしまった。ポケモンと共に強さを求め、島むぐれに手に入れた Z クリスタル。僕より君にふさわしいだろう。遠慮せずに使ってほしい。さてアイナくん、お使いを頼まれてくれるかな。クックイくんの忘れ物だよ。アイナは博士の覆面を手に入れた。もう正体バレバレ。大切なものポケットにしまった。クックイ君、マリエ庭園に戻ると言っていたよね。お手数をかけるがよろしく。頼まれました。今度は勝負。今度は勝負何？博士はマリエ庭園にいるのね。預かったマスクを渡そうろ。勝負がどうしたんだ。あんなに僕はクックイだ、ロイヤルマスクではないって言って、ロイヤルマスクのマスクを忘れていったんじゃダメじゃないか。まあ、とりあえずじゃあこれを博士に届けに行きますかね。こっちか、出口は。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。